どうも、9月です。兵庫県三田市、ボードゲームバーチャイルドチャイルドさんの2階からお届けしております。ライブの前ですね。撮ってまいりましょう。9月の見るラジオ。最近ギャルといえば金髪やつけまつげ、ヒョウ柄の服、ルーズソックスといった見た目の要素、もしくはポジティブ思考といったマインドの要素が取り上げられがちだと思っています。すいませんね。ただ田舎者の私、20代にとってギャルといえば、床に座ってたむろして、公共の場で周囲を気にせず騒ぎ、どこでも自撮りをし、危なげな男と深夜につるみ、よく喧嘩をして喧嘩まですんのかなといったマイナスなイメージがあります。わからんではない。ドンキホーテにたむろして、キティちゃんのサンダルを履いてベタベタ歩いてるみたいなやつな。ですからギャルはいい人、最高、みんなギャルになろう、ギャルマインドを身につけようという風潮に違和感を覚える。これは私のギャルイメージが歪んでるのでしょうかという話ですけれども。いや、わかるよ。ギャルってだから、あなたのギャルイメージが歪んでるというよりはギャルの意味が分岐しましたよね。僕もそのね、出身が田舎ですから、イメージとして共通するものは頭にあるんですけれど、そうだよな、ギャルが分岐してるよな。なんかそれはある種、なんかね、こんな話題にも文化資本というか、都会と田舎とか所得の高低みたいなものの格差みたいなものがちょっとある気がしていて、なんかね、いわゆる僕らが見てきたような中高生の頃とかに見た汚いギャル、とか地元のドンキホーテにいる汚めのギャル、もちろんあれも別に汚いだけじゃないんだろうけど、に対する嫌悪感、うるせえな、邪魔だな、何入り口でたむろしてんだよ、そこタバコ吸うなとか思ったことはある。でそういうものと、むしろそのキラキラとした自己実現の言葉としてのギャル、これは明確になんか出どころが違う感じがして、なんだろう、ギャルっていう言葉をある種そのなんていうのかな、はい、そんな感じに読み替えて、文化盗用じゃないけどそういうなんか行われてる感じはするけどな。別に言葉がなんていうのかな、従来ちょっとマイナスだったものがプラスになる分には誰も損してないからね。別にギャルが盗まれたっていうやつはいないけど、そういうなんかこうね、文脈を変えたギャルの読み替えみたいなものは行われてると俺は思いますよ。ギャルってものが都会的になってちょっと敗訴になってるみたいな。だってマインドとか格好っていうのはそれ自体がハイソサイティですよね。マインドによって人を区別しようっていう発想自体がちょっとハイソサイティだし、ちょっとこうなんていうのかな、高貴なないし高慢な傲慢な感じがするからな。別にね、どっちのギャルも本当はあるし、そこには明確な区別があるわけじゃなく、緩やかなグラデーションでいろんなギャルがいる。そうだよな。そういう意味で言うと、そうか、分かったぞ。ギャルっていう言葉が特定個人を指すものじゃなくて、ある種の理念形っていうんですか、理想的なギャルのイデアみたいなものを表す言葉になんか入れ替わっていった感じなんじゃないかな。特定の個人の話なんですよ、あなたが言うてるのは。でも僕がも思ってるのもそう。ドンキの前にいて、あいつらのあの感じよみたいな、なんやねんその肩幅の狭さなあ、金髪で肩幅狭くて、やのにめちゃくちゃ焼肉食べるやんなあ、焼肉屋にいつもおる、食べてるのかほんまにお前はそんな頻度で焼肉食べたらもっとガタイ良くなるだろお前はなあ、ちゃんと食べてるかみたいなやつね、あの顔が浮かぶギャル、っていうのがそのあなたが言ってるギャルなわけでしょ。だけど世間で言うギャルのマインドでとか、ギャルを目指して、これは実は意外とそういう顔の見えるギャルではないところはあるんでしょうね。そういうもんだと思うよ。あとさっき、そうか、文化盗用っつったけどちょっとまた違うか、エンパワーメントか、文脈は。エンパワーメントだな、なんか自己実現としてのギャルみたいな、なりたい姿を選択するみたいな、そういうところの読み替えなのかな。いや、なんか別に俺自身が別にギャルじゃないから俺自身がギャルじゃないからそりゃそうなんだけど、詳しいね領域じゃないけれど、どのみち言葉の読み替えってのは発生してると思う。で俺は別にそれになんていうのかな、あんまりマイナスのイメージは正直抱いてないな。ギャルって言葉そんなに近い言葉じゃないからね、どう使われてもってところはあるけれど、まあ俺たちが見てきた田舎の原風景のギャルへのなんとなくの憎しみというか反感みたいなものと、今使われているその理念形としてのギャル、抽象的な意味でのギャル、
ていうものの、ああ、いいじゃん、ね。エンパワーメントになるじゃん。みたいな感覚は、どっちも両立するものやと思うので、うん。どちらもあるんだな、2個あるんだって思いながら判断していけばいいと思う。いやー、なんかもうギャル2個あるよな。他の言葉と違いますよね。ナードはずっと1個やな。なんでなん。ナードはずっと1個よ。ギャル2個やね。あ、でもなんかそれは面白いな。人を表す言葉で意味が何個あるか問題みたいなあるかも。ギャルが2、ナードが1、体育会系何個あるかな。体育会系も1か。うん、1やな。良くも悪くも体育会系って使われるもんな。うん。昭和の頑固親父とかも今1やろ。昔にやったかもしらんけど、いい意味悪い意味やったかもしらんけど、今ほぼほぼ悪い意味に、ね、なっちゃってる。あと何でしょうね。なんかこういうの多分楽しそうやな。ギャルは明確に2ある。ガリベンも1やな。うん、なんかこうある気がしますね。なんか言葉の使われ方のバリエーション、普通に面白いテーマな気がする。誰か卒論書いてください。ありがとうございます。次、シチューライス好きですか。私は好きです。好きよ、シチューライス。邪道っていう人いますけど、美味しいよね。美味しいのよ。ごめん、今のでなんか9月分かり合えないと思った人いらっしゃるかもしれない。僕も分かり合えない。だって美味しいもん。だって美味しいもん。いや、もちろん分かりますよ。シチューはパンで食べるのが正当だとかね。なんかパイがどうのこうのとか、いろんな食べ方あるのはもちろん僕も存じておりますが、僕の実家に関して言えばね、実家に関して言えば、カレー作った日絶対シチューも作るんですよ、僕の実家。ああ、言ったら具材が一緒ですからね、ほとんど。じゃがいも、人参、玉ねぎとか、まあ、ちょっと肉とか、その、いわゆるホワイトシチューとカレーを同時に作って、鍋二つで。で、カレー食べたらおかわりがシチューなんですよ。今思えばアホやな。そんな食べるな。食べ盛りだからって。小中学生の頃とかかな、ちょうど。うん。カレー食ったらシチュー食うっていう日が絶対あったんです。もう月 1? もしかしたらもっとありましたよ。月2ぐらいで。だからうちにおいて今日カレーってのはシチューもあるよ、ほぼほぼ意味してる。カレーだけの日記憶ないぐらいですよ、本当に。どっちもあるんですよな、多分ね。同時に作って、うん、どっちか余るから次の日もお持ち越しとかあったけど、そう、だいたい2つ食べてましたよ。うん、だから僕としてはカレーライスの2杯目がシチューライスだったんですよ。だからそのシチューライスであることにそんなになんていうか違和感はあんまなくて、カレーも米で食べたからシチューも米で食べようみたいなね、スライドだったんですけど、懐かしいなあ。でもそっか、考えてみたらそうか、実家離れてからはシチューライス食べてないですね。うん、実家離れてからはそうか、お店で食べるシチューしか食べてないから、むしろいわゆるなんていうんですか、こういうこうお椀っていうんですか、こう一個入ったシチューがあって横にバゲット、うん、せやな、ご飯で食べてないですね。うん、お店で食べるとさ、そうなるわ。シチューですね。うん、そうか、シチューライスってそういう意味で言ったら家庭料理なんでしょうね。家庭料理なんだろうな。だから意見分かれるんでしょうね。うん、僕一人では作ってないな。うん、じゃああんま好きじゃなかったんか。そんなことはない、美味しかった。あ、でもそっか、なんかあれかも、多分同じ文化のお家で育った方いらっしゃるかもしれないんだけど、カレーライス食った後に食うシチューライス、うまいのよ。さっぱりしてて、焼肉の後の冷麺みたいな、ね、カレーがちょっとそのなんていうんですか、香辛料系の味濃い系の食い物じゃないですか。その後のミルクの優しさ、これ美味しいのよ。美味しいんだこれ。カレーライスの後のシチューライス、焼肉の後の冷麺、ラーメン、中華食べた後の杏仁豆腐、なんかそういうデザートなんか、デザート口直しか、口直しっていうか、うん、お口直し的にシチューライスを食べる。だからあれですよ、量的にはカレーが1杯だとしたらシチューライスは 0.5 でいいんですよ。なし 0.3 でいい、ちょっとでいいんですよ。これが安心するのよ。この食べ方やってたわ。それシチューの鍋の方が小鍋なのよ。そうやそうや。うわ懐かしいな、実家。うん、まあ普通にこれ美味しいんでね、カレーライスの後のシチューライス美味しいんで、ご家族が何人か人数がいらっしゃるお家やったらちょっとやってみてください。一人暮らしは残すでしょうけど、うん、まあ4,5,6,7 人ぐらいいる家族だったらね、その食べ方多分楽しいと思うので、カレー食べ、ちょっと小盛りのね、カレー食べた後でシチューで締める、これめちゃくちゃおすすめです。シチューライス単体では食べないな。
だからこのお便りくださった方がシチューライスを単体で食べる方やったら僕は分かり合えない、分かり合えない人多いですね。そう考えたら、いや人間って難しいな。まあ普通にでもシチューライスは美味しいので、うん、僕は受け入れる派です。うん、まだ食べたくなったけど作る機会ないな。お店だとは売ってないしな。うん、まあ、いずれにせよいずれにせよ食べ物として僕は認めております。次、結局舐められないようにするにはどうやればいいのでしょうか。巷ではいかつい見た目に変えたり、話しかけづらい雰囲気を放ったり、威圧的な態度を取ったりすることが有効とされている。されてるか、意外と聞いたことないぞそれ意外とマジでそれ言ってるやつあんまりないぞ。本来の自分らしさを消してまで舐められないようにするのは嫌です。いやわかるよな。でもいかつくするとか、その怖くするタイプのその威厳とか威圧感の出し方だけじゃないですよ。なんかそれは俺本当に思うことなんですけどね。そのなんていうかな、メンタリティの話な。筋骨隆々のムキムキマッチョな感じで相手よりも上に立とうとするその威圧感の出し方もあるけれど、バキの渋川豪樹みたいな、なんていうの、その合気道の洗練された、そのおとなしくて落ち着いてるけど意外とこいつ隙がないぞみたいな威圧感の出し方もあるじゃないですか。僕はそっちの方がなんかこうかっこいいし、誰でも目指せるものやと思いますよ。うん、なんかパワフルなパワー系の威厳の出し方ってね、なんかこう見た目がちょっと怖いとかいかつい、体大きいとか、なんかしら要素がある人の方が取りやすいじゃない。ちょっと目つき鋭いとか、うん、だから向いてない方もいらっしゃると思うんです。一方でその柔らかめっていうんですか、うん、合気道タイプの威厳の出し方は年齢、性別、身長とか顔つきに関わらず意外と出せるものやと思うんです。出すコツ何なんでしょうね、合気道タイプ。難しいな。大学の指導教官が僕は合気道タイプでしたね。合気道タイプやな。うん、先生が合気道タイプでした。口数が多いわけじゃなくて、ちょっとおっとりしてるんだけれども一撃で刺すみたいなタイプ言いますよね、そのタイプ。うん、やったり、うん、友達とかでもなんか思い浮かぶ顔はあるな、合気道タイプやなこいつっていう。強いからな、合気道タイプの人。コツ何なんでしょう。ゆっくり喋る。目を見てゆっくり喋るか。うん。そうや、合気道タイプの人はね、目を見てゆっくり喋るのよ。なんかその、なんていうんかな。一定の自信みたいなもの、自我の軸みたいなものが見えるから、その、ごまかせないなって思うんですよ。合気道タイプの人は。ちょっとやそっとの小細工とか、その場しのぎの何らかのコテクみたいなものやと、こいつはちょっと無理やなぁと、翻せないなぁという風な威圧を放つ人、これいらっしゃいますね。だからコツはゆっくり喋ること、相手の目を見ること。まああとそうやな、それこそなんかある種のプレゼンテクニックとかにも通ずるんですけど、僕はずっと推奨してるプレゼンとかで声が大きくない人は、壇上に立ったりね、人前に立ったら最初にゆっくり上着脱ぐと僕はいいと思うんですよ。うん、要は聴衆を引き込むためにゆっくり上着脱ぐ動作とかをして、それで自分の時間を作るみたいな、自分の空気を作るみたいな、そういうことをするとあまり声が大きくない人でもこう場を制圧できる、これあると思うんですよ。うん、僕なんかは声が通るからね、はい行きましょうね、今日のプレゼンなんですけれども、テーマとしてはこれでみたいなのをよくやってました。うん、声でかい人はそれでいいんだよ。だけどそうゆっくり雰囲気出してやる人には結局勝てないからね、パワーでいく人は。うん、でそういう威厳の出し方ですよね。銃の柔らかいの方のね、剛じゃない銃の威厳ってのは僕はあると思います。だからあなたがね、このお便り書いたかったらやっぱり銃の威厳を目指すべきですよ。柔らかくてかつ強い。うん、いや、おるなぁ。でもなぁ、その銃の威厳の合気道タイプの人なぁ、なんかやっぱ怖いのよな。パワー系の人に比べてやっぱりその本物感があるからな。うん、
ならないでほしいな。ああいう人が世の中に増えると息詰まるから。でもまあまあ、自分の中でそういうギアも持っといた方がね、いいんかもしれませんから。その威厳にはいろんな出し方がある。押しだけじゃない。引きの威厳っていうのをね、もしよかったら開拓してみてください。いやー、僕もなー、できた方がいいんでしょうね。うん、あと10年、20年ぐらいしたら声も出なくなるやろうからね。引きの威厳。覚えていきたいと思います。お互い頑張りましょう。次。私にはずっと話が面白くないというコンプレックスがあります。私が思いつく話題でも、相手から振られた話題でも、これまでの人生で会話が弾んだと思える経験がなく、あら、どれほど仲がいい友人とも当たり障りのない雑談のような会話しかできていません。話が面白くなるためにはどうしたらいいでしょうか、というお便りです。あ、まあなあ、話が弾むってな、難しいところありますよね。うん。でも一方で思うのは、話ってその共同作業性が高いから、自分だけの問題では絶対にないので、うん、そういう場の雰囲気の問題とか、相手との距離感の問題とか、いろんなものが絡み合って、そのね、会話っていうのは成立してるから、必ずしもその自分の能力に全部を還元しない方がいいと思います。うん、会話っていうものを、なんか例えばね、野球とかサッカーとかバスケとかスポーツって、一人すごい上手いプレイヤーがいるからって強いチームになるわけじゃないですよね。うん、そんなにこう、なんていうのかな、個々の戦力の合計が全体値になってないところがあるでしょ、スポーツって。で、会話はそれ以上にそうだと思いますよ。うん、あなたが今まで過ごしてきたシチュエーションでね、うん、じゃああなたの位置にいたのが誰や、日本で話うまい人、千原ジュニアさんとかやとしても、盛り上がってなかった場面って結構いっぱいあると思うんですよ。うん、会話ってその個々の能力じゃないところがある。その場の偶然性やったり、相手との相性やったり、時間帯とか体調とか、いろんな要素で盛り上がる盛り上がらないってのが決まるものなので、必ずしもその自分の、なんていうのかな、能力に全部をこう求めない方がいいと思いますよ。うん、話が下手なわけじゃない。うん、で、面白い話をする能力とか、うまい話をする能力っていうのは、友達と話して楽しむ能力とはちょっと別だったりします。うん、例えば僕なんかはね、一応芸人をしてますから、人前で話すことも多いし、ピンだからね、トークライブってなったら一人でずっと喋ってるし、この見るラジオっていうのも一人でバーって喋ってる。ある程度だから一人で喋るのは好きだし、それなりにできるんですね。だけど、それと、なんていうのかな、人と会話する能力ってやっぱり全然別ですよ。うん。なんかこう一人で、例えば1時間でちょっと面白くこういう内容をプレゼンしてほしいって言われたら、多分僕はある程度できます。でも、だからって誰と喋っても盛り上げられるかって言ったら、そんなことはない。日常生活の会話ってのは、話の上手い下手とは実は違うところにあるんですね。うん、そのことがまず一個重要だと思います。うん、って時に、創発っていう熟語があるんです。創発、作る、創造の創ですね、作る、創作とかの創に、発は、発明とかの発、作って発明する、創発、英語で言うとエマージェンスですか。ちょっと前に流行った言葉ですよ。10年ぐらい前とかに、20年ぐらい前とかが、人文系ですごい流行ってて、最近もあるんだろうけど、要は要素と要素が組み合わさった時に、その単純な要素の合計よりも違うものが現れることを言う言葉ですね、創発。会話って僕は創発的だなと思うんですよ。うん、それはつまり、ご飯にただ天ぷらを乗せたら、別にそんななんか創発的じゃない。意外とご飯に天ぷら乗ってるだけの天丼になっちゃいますけど、じゃあそこになんかタレをかけるでしょ。するとタレが天ぷら、ご飯、いろんなもののその相乗効果を生んで、それぞれ別に食うのの合計とは全然違う味になったりする。で、ああ、こんな化けるんだとか、
ね、青唐辛子1個入れるだけでこんな変わるみたいな、創発的というか、なんかこう単純な要素の合計じゃないものが現れる瞬間、取り合わせの妙というか、そういうこうある種の偶然性とか掛け算の、なんていうのかな、バグみたいなものってのは起こるわけでね、日常でも。会話っていうのはそういうのを楽しむものだと思うんです。だから自分の話が面白くなればいいってわけじゃないですよね。美味しい天丼を作ろうっていう時に、じゃあめっちゃ高いエビを買ってこようって考えるのは意外と、なんていうのかな、的確じゃないですよね。うん、合う衣を探そうとか、より引き立つ薬味は何だろうとか、そっちの方が多分全体のなんていうのかな、掛け算には寄与しますよね。うん、それでこう掛け合わせで奇跡的なバグが発生して、1たす1じゃない全体像っていうのが現れたりする。なんか僕はそういう風なものが会話にはあると思っているので、自分の能力の問題にせず、むしろそういうこう偶然性の掛け算みたいなところに身を投げていく。別にうまくできなくてもいい。偶然性の掛け算なんてのはね、ミスればミスるから別に安定した成果は出ないですよ。それは天丼に柚子絞ってみようとか、ナツメグをどうこうとか、シナモンがとか、どうせ何個かミスるやつあるでしょ。でもね、そういう偶然性の掛け算の中で急にいいのがパッて出たりする、ね、そういうのが僕は会話のあるべき姿だと思うから、当たり障りのない雑談っていうものをたまにはみ出してみることじゃないですかね。もちろん当たり障りない雑談ができることはすごい魅力的だし、そういう会話ができる友達って本当に落ち着くから、それ自体は全然能力として OK、 会話がなんなら上手な人なんだと思う。その上でたまにあるそのなんか神がかり的盛り上がりを作りたいなら、やっぱ偶然性にベットするみたいなのがあってもいいのかなってことなんだと思います。で、遡ると、そうだ、さっきそれこそね、今日本でトークうまい人誰だろう、千原ジュニアさんとか誰かなとか、まあいろいろ浮かびましたけど、そういう人たち、一線級のね、あのトーク選手たちの人たちはなんかこう偶然性にベットするのが本当に勇敢だなっていうのをね、思うことが僕は多い。どちらかというと9月は割とこう安定した会話運びをしがちなところがあるからあ、勇気があるので、その一か八かでドンって当てるのすげえなと思いながら眺めることが多くて、どちらかというとあなたに近いのかもしれないんだけど、だからたまに勇気を持ってね、バグを引き起こしてみるみたいなことが手法としてはありなんじゃないかなと思います。ね、会話楽しいからね、お互い楽しんでいきましょう。次ということで、お便り答えてまいりました。いや、最近ありがたいことに読むラジオもなんかフォロワーさんが増えまして、ライブとかにもね、読むラジオから来ましたとか、YouTube 見てきましたみたいな方もいらっしゃるようになりました。本もね、ぼちぼち売れ行きが良くなったりもしたそうでございます。いろいろ巡り合わせがいいようなね、追い風が吹いているようなので、今後とも9月頑張ってまいります。よかったらぜひね、各地で行っているライブなど遊びに来てください。サインでも書くし、握手でもするし、チェキでも取るし、ね、コントはいっぱいするし、おしゃべりもしますし、頑張りますので、今後とも引き続き9月をご引きいただければと思います。そしたらば、9月のミルラジオをご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、この辺よろしくお願いします。またやります。またお願いします。